SC180 では余裕です。じゃあもう乾杯。ウグレに使ってもらいます。はい、皆さんこんばんは。今ですね、東名高速の方の走っております。今日はね、見ての通りのかなりの雨です。最近ね、結構雨がまたね多くなってきてて、なかなか晴れてくれないんですけど、今週もですね、現役サラリーマン全国制覇の旅はね、まあ、ちょっとお休みしてまして、ちょっとね近場に行ってね車中泊しようかなと思っております。直近ですとね、なかなかちょっと仕事が忙しくて、実はね先週とかも行けてなかったりとかしてて、ちょうどねうーちゃんも卒園式があったり入学式があったりとね、プライベートのね行事もねたくさんあって、どこも行けなかったというか、そういう日々がね続いておりました。で、今日はね久々に出てきたんですけども、今日は金曜日なので、土日とね2泊3日でねちょっと出かけようかなと思っております。で、場所の方は今回ね全然、決めてなくて、とりあえず、家出る前にねうーちゃんに何か行きたいところあるとか、ご飯食べたいものあるって聞いたら、ざっくりマグロが食べたいという答えが出ましたんで、神奈川県から200キロ圏内ぐらいで行ける場所でマグロがある場所をちょっとね、ざっくり探しまして、清水とかね、清水漁港とかなのかな、あの辺とかでちょっとマグロが有名なところがあるみたいなので、ちょっとねそっちの方に今日は行こうかなと思っております。今日はねもう時間もね9時になりますので、どっかでねパーキングで PA 車中泊して、明日ね、清水漁港とかねそっちの方に向かえたらいいかなと思っております。はい、ということでね、まずはこの雨、気をつけながらね静岡の方に行ってまいりたいと思います。あんまり視界が良くないね。なんか風と雨すごいんだけど、この辺特に風がすごい。でも今日風すごい日なんでしょ。まあ、あとこっからあれだからね、海沿いっていうか海が近くなるからね、急に強くなると思う。とりあえずすごいな。今足柄にちょっと休憩がてら寄ってるけど、風がすごい、横殴りの雨か。車体がめちゃくちゃ揺れる。こんな感じでめちゃくちゃ降ってます。パパが帰ってきた。はい、今ですね足柄のサービスエリアにちょっと寄ってきたんですけど、すんごい風、なんか台風みたいだよね。風とね雨がすんごい、雨は、そこまでなんかこう粒が大きいってわけではないんだけど、風がすごい。これ風速どんぐらいあるんだろう。なんかすごいね、さっき車持ってかれそうになったからね。止まってる時の車体がめちゃくちゃ揺れてて、走ってでもね当然風の影響は受けてるから揺れてはいるんだけど、すごいな。とりあえずねこれがねちょっとね伝わるかどうかわからないけど、風がすごい、思ってた以上の雨風なので、気をつけてね運転していきたいと思います。この辺風速がなんかさっきのとこで8メートルぐらいだったんだよね。でもね感覚的にはそれ以上ある感じ。あ、またなんか雨降ってきた。え、でもここ 4.6 だよ。あれなんかさっきが上がってる気がする。全然風速4メーターな感じじゃない。いや、すんげえ風、めちゃくちゃ持ってかれる。なんかね変な天気、雨と量も風の吹き方もなんか変だから、なんか波があるよね。じゃあちょっと気をつけて進んでいきましょう。はい、パーキングの方に来たけど、多分この辺からあれだと思うんだよね。いいよ、はい、無事に到着です。ちょいちゃんは隅っこです。ちなみに一つ言いたいことがあります。はい、どうぞ。私は幼稚園を卒業し小学生になりました。おめでとうございます。今日無事に入学しました。小学1年生のういちゃんです。おめで
とうございます。ありがとうございます。お勉強頑張ります。よし、じゃあふーちゃん、はい、机用意してご飯食べようぜ。オッケー。はい、で今日はね電子レンジも使って温めようと思うんですけど、実は今日もですねこちらニューアイテムがいます。ちょっといつものと似てるんですよね、形が。いつものがAC200P ってやつ使ってるんですけど、もうそれとね同じメーカーのブルーティーのこちら AC180、 まあ180かな、 AC180、 ちょっとねごめんなさい名称どっちがいいのか分かんないけど、こちらあの今回ねブルーティーさんからレンタルしてきました。この間のね AC60 と同じように比較的コンパクトなポータブル電源なんですけど、こちらね 1800W まで使えるってことなので、ちょっとこの間よりもさらにハイパワーです。ということでね早速ね今日はこいつを使おうと思います。よし、じゃあ早速ねここから下ろそうと思います。ちょっと重そう。これね20キロないのかな、まあ、意外とね両手だったら普通に下ろせちゃう。うーちゃんの何倍だろう重さは。うーちゃんと一緒。同じだよ。うーちゃんと同じぐらいの重さです。 18.7 キロとかだったかな、まあ、20キロないぐらい。ちっこいよね。え、でもなんか一回りちっちゃくて可愛いねなんかさ、いつものさブルブルの子分みたいだよね。うちではチューブルって呼ぶ。チューブルくん、まあレンタルだから帰っちゃうんだけどねチューブルさん。ちなみにチューブルはね大きさで言うと iPhone12 Pro と並べるとこんな感じですね。2枚分ぐらいかな高さが。いつも使ってる AC200P よりか容量はね半分ぐらいしかないんですけど、でもインバーター的には 1800W 使えるんでほぼほぼ同じぐらいの能力、奥行きはこんなもんですね。これだからサイズ感わかるかな、かなりちっちゃいです。重量はで、今回本当はねキャンプで使いたかったんですよ。キャンプで使うにはベスト。これなんでかっていうと、これね僕家から持ってくる時もそうだったんですけど、これ片手でいけんすよ。こうやってこんなもんで持っていけるから、車からキャンプに出すのも結構楽々で、 1800W も使えるからもう何でもできる。2、3泊だったら全然余裕。確かに。はい、実際ねもう比べた方が早いかなと思ってます。これいつものブルブル AC200P で、これがね AC180。 ちっちゃいの。やっぱ一回りちっちゃいよね。もうちっちゃいちっちゃい。でポートも2個少ないぐらいで、まあ4個あれば使う、そんな使うことないんで十分です。これ PD あんのかな、 USB-C。 あ、ありますね。だからこれがあるからパソコンも充電できる。今回蓋みたいなのがないんだね。そうカバーはね。あ、この間のと一緒だ。こうやって光るやつが。これね分かりやすくていいです。こっちだとねボタン押してから AC オン DC オンしなきゃいけない。そうこれだとワンタッチできるから。それはいいね。だしこれもね前回の AC60 と一緒でアプリ連携してるから、うん、だから今回もねこれちょっとまたあのこの旅でね一緒に使っていきますんで、一応これ持ってきてるんですけど多分使わないと思います。ということでね、もう早速ね電子レンジ使っちゃおうかなと思います。じゃあ今日ね買ってきたものセブンのビビンバ。はい、セブンのビビンバ。パパが真似してきたんで、ママのこと大好きだ。で、ウーちゃんはいつものグラタン。で、これはね、全部電子レンジ。この間さすがにね、AC60 じゃね、ちょっとこれは使えなかった。でも今日のはこれ 1800W らしいんで、多分いける。車のね、インバーターを使わずにやるんで、よく使うこの内部電源。これ挿すと、車の充電が開始されて、でなおかつインバータの代わりにこれが主電源になります。いわゆるね外部電源、外部コンセント、 RV パークとかで外部コンセントをつなげたの時と同じ状態になります。ただ供給先の電気がこれっていうだけです。で、よし、これでね、まずこの中のもの、 OK。 これでもねいけるかな。もう560使ってんな。え、これさ車思った以上に充電してるぞ。 99% もあんのに早い。走行充電そんなに溜まってなかった今回。わからない、見てないもんだって。あの行く前のバッテリーを。はい、500W で行こうか。電子レンジ 500W 3分30秒。これちょっとね外部充電器だけで 570W を使うというね、あの想定外の事態です。でこっからね電子レンジを使います。3分30秒回します。いいよ。はい、電子レンジスタート。おー、すごいね、1400W までいった。おー、使ってるね、消費激しい。やっぱね、電子レンジ使うとね、一気にいきますね。充電が約 600W 使ってて、ね、電子レンジで 800W 使っております。こんな感じですね。まあでもね、いけちゃってっからね、これこのサイズで車充電しながら電子レンジ回すっていう、とんでもないこと今やってます。よし、
今うーちゃんのグラタンが3分半で、バッテリー残量は 93% ですね。サブバッテリーも充電しながらなんで、3分半 800W 電子レンジで使っても 93%。 思ったよりか減らないな。効率がいいのかな、なんか思ったよりもバッテリーが減ってないです。結構ね、サブバッテリー使っててもこの電子レンジって負担が大きくて、あのバッテリーの減りが早いんですよね。実際電子レンジ使うときは無電源かポタ電で電子レンジいつも使ってて、ほぼないよねサブバッテリーで、うん、結構消費するんで2分半、普通に。しかもこれさ、あんまりうならない。こっちの音の方が全然うるさい。ポタ電の方がなんか消音。これこんなに静かでさあ、でも風は結構出てるな。ちゃんとやっぱあのファンは回ってんだね。あ、でも全然暑いとかはない。あ、これむしろ冷たいの。はい、こんな感じでですね、前回と同じようにアプリが使えてます。これも電力リフトが使えるのか。電力リフトってボタンあるの、まあ、電力リフトしなくてももう全然1800なんで余裕でいけちゃうんですけど。はい、今ねビビンバも温めたところで 89% です。残量この間もね外部充電は回ってます。これ3発連続電子レンジだから結構負担かかってんだけどね。よし、これで3回分電子レンジやって終わりました。85% だね。で高速充電できるから明日ちょっと走行充電させようかな。はい、じゃあうーちゃんもいただきます。しましょう。あー、やっぱりそんな、なんで本当ママ猫舌で食べれないから、逆吸って帰ればバレないかなっていう。いただきます。いただきま す。電子レンジがどこでも使えるってのが大きいよ。うん、サブバッテリーでもいけるけど、ポタ電でいけるってことは別にキャンカーじゃなくてもいけるから。そうだね。うーちゃん、アイス食べる？そう、さっきねパパ1個買った。ママにどうする？ママには内緒。パパとうーちゃんで食べようぜ。ママの分ないの？いや、ちょっと3等分は厳しいから2等分にしよう。ええよ、別に。ワンブロックあげる、ワンブロック。あ、うーちゃん、もう1個買ったデザートが。でも、ママに。ほんと嫌なやつだね。ママ、今日1個分しか食べない。パパも食べる、それ。ダメ。はい、ということでね、デザートタイム。どう、うーちゃん、それ。おいしい。おいしいでしょ？ぴったりだ。まさかのちょっと仕事を思い出して。やらなんか。充電。お、充電できた。わ、デスクとしてちょうどいいじゃん。よいしょ。一方、その頃、うーちゃんは。よし、じゃあもう寝ますよ。はーい。うーちゃん、今日はいっぱいお疲れだからね。1年生だもんね。はい、じゃあおやすみ。寝るよ。おやすみ。ちょっと換気して温度下げてから寝ます。はい、おはようございます。今ですね9時47分室温が 22.8 度、湿度が 55% です。だいぶね快適に眠れました。最近ちょっとね仕事が遅かったのもあってかなり寝すぎてしまったので、ちょっと用意してね向かっていきたいと思います。朝だよ。うん、よし、じゃあ朝ごはんを作ろうかなと思います。トースターとケトル両方使いたいから 83%。 トースターもねパンをセットしてあるんで、まずはねパンを焼きます。今回ね電力リフトを使わなくても両面焼きでがっつり焼けます。930W、 950W ぐらい。だからこの状態でケトルを使うと多分ダメだね。ケトルが 1200W ぐらい消費するんで、パンはパンに焼き上がるのを待って、それからねちょっとケトル使おうかなって。ちょっと待って、じゃあケトルを使おう。まあやっぱそうだ、ケトルは 1250W ぐらい使ってますね。スタートケトル使って9%減った。もみちゃんはね、いただきます。
今日はういちゃんマグロの日。ひたすら一日マグロマグロマグロみたいだよ。生もの食べようのかい。今日はういちゃんのマグロが食べたいの一言から清水まで行ってるから、新清水とか清水とかそっちの方は寿司屋がいっぱいあるらしいということでね、今日は漁港に行ってマグロ買ってお寿司食べて、あとは何も考えてない。なんかあるでしょう。じゃあこれから清水港の方まで向かっていきたいと思います。にしても昨日の雨やばかったのにすげえ晴れた。そう、あ、近いね。16キロ、昨日ほどじゃないけど若干風はある。あ、でもいいね、綺麗だ。で、今日はこの清水港に行って、その後はまだ何も決めてないからそこだけね、目指して、その後はね、その近くで何か見ようかなと思います。すごいね、山間だね、山間部。あ、まだ風あるね。まあでも風は強いんじゃない。あ、なんか漁港、海、あの辺がそうじゃないの、清水漁港。じゃああとちょっとかと思う。こっち来るのは初めてでしょ。あ、もしかしたら通過はしてるかもしれないけど、うん、降りることはなかった。そろそろ料金所。もうあと 1.5 キロだから、でこのまままっすぐ左側に出てくる。まずは市場に行って、市場が一番駐車場広い気がするんだよね。まあまあ駐車場でもところどころ探したらあるから全く止められないっていう感じではなかったけど、駅か。あ、ここにキャンピングカー結構止まってる。あ、これが駐車場なんだ。あー、そういうことね。一応並べたよね。うん、でここキャンピングカーでも入れる形式の駐車場だね。本当だ、ちゃんとあれが短いやつ。これだって便利。うん、まあ空いてると思うけど。初めて来たね。ね。こんだけ車が言うって。超えるな。こういうとこすから。あ、いいですか。あ、すいません。ありがとうございます。めちゃくちゃラッキー。店の真ん前に止めていいみたいな。ありがとうございます。おじいちゃんありがとう。感謝です。しかも左側車いないからドア開けやすいし。あ、本当やね。ハマグリね。とりあえずこれ、ね。これはもう。アサリハマグリ買ってきて、でこれがマグロとマダイにしたのか。うん、マダイ。美味しかった。試食して美味しかった巻貝。巻貝キムチ。日本酒に合いそう。てかお酒に合いそう。日本酒じゃなくても。うん、とりあえず今日の晩飯になる。夜ご飯用のお魚たちがゲットして。ってことでね、今日はこれからご飯食べるとこを探してきます。OK。よし、じゃあ行こう。はい、今ですね、清水のね、市場の方出ました。ここはね、物がたくさん売っているところです。なのでキャンピングカーとかで来てもすごい楽しいところです。で、今日はこっから、そう、エスパルスのなんちゃらかんちゃらっていうところに向かいます。っていうのも、お昼ご飯をね、食べようと思ったんですけど、この辺寿司屋さんいっぱいあるんですよ。でいっぱいあるんだけど、ありすぎて決められないのと、この時間、今1時ぐらいなんですけど、1時ぐらいだとなんかね、やってないとこが多いんですよね。3時からスタートしますとか、2時終了とか、ちょっとタイミング悪かったなっていうのがあって、どこがいいかとかね、もうわからないから、そこのね、寿司横丁っていうところがね、ありまして、その寿司横丁っていうところにはたくさんなんかね、店舗が入ってるみたいなんです。だからまあそこで見てね、選んで買った方がまあ早いかなと思って。そうで、左側、あ、もう見えてきたあの施設なんですけど、一個ね、問題点が車が入れるかどうかなんだよね。立地はまず無理じゃん。でキャンピングカーが入れそうな駐車場がちょっとね、あるのかわからない。あ、あれ無理だね、バーガー無理だよ、うん、あれ無理なやつ。お疲れ様でした。この後の天気は晴れ、ごっ、入れるかわかんないんだよ。入れんのこれ、わかんない。駐車券はございません。あ、駐車券ない。ナンバーを引く、なんか写真かなんか映像を書いて、ナンバー認証してくれるんだ。あ、じゃあ入れるじゃん、キャンピングカーでも。こっち駐車場が狭いんだね。狭いというかちっちゃいんじゃない。ね、
ということでキャンピングカー入りました。ここはナンバー認証システムみたいな感じだから、うん、入れます。もうできるじゃん。使いますのでお好みですよと一緒に召し上がってください。ママのシャツです。かわいい。かわいい。うまい。パパのも食べよう。パパの味噌か。味噌汁。カニの味噌汁、うちゃん初めてよ。まさかのカニの味噌汁が一番美味しかった。とりあえず出ます。出口専用、あ、出口はあれないんだ、ゲート、はい、とりあえずね、今出発しました。で、今日これから一回買い物行って、で、買い物行ってからなんか近くに温泉が何個かあるみたいなんで、どれかしらの温泉に行きます。で、今回ね、清水の方に初めて、なんだろう、こんな感じで観光で寄ったんですけども、思ったよりもね、いろいろあります。まあメインはね、やっぱり漁港ということで魚関係が多いし、寿司横丁とかあったり、お寿司屋さんどこ行こうか迷ってる人はちょうどあそこがぴったりだよね。意外といろいろあるし、あのね、キャンカーが止めれる、それも大きいかな。駅が近いんで割とね、市街地なんですよね。そんなに何にもないとこではなくて、見ての通りなんですけど、割とね、建物も多くて、こういうところって結構キャンピングカーとかって泊まれないことが多かったりするんですけど、割とね、キャンカーが入れる、まあ、キャブコンが入れるが多いので、そういう意味では旅しやすい場所なのかなと思います。そう、こんな感じでね、あの商店街、今見えるかな、この商店街とかもあって、結構ね、いろいろあるんですよ、この辺で。今回ね、かなりね、お昼ぐらいから出発するという、かなりゆったりめのあれだったので、そこまで、ね、観光もできなかったんですけど、割とこの辺ブラブラ歩いてたらもっといっぱいあるのかなと思いました。これでも、この先か、あ、バロ、これを曲がればいいか、手前信号右、これか、店舗がこれか、この辺来ると大体バロ、東海地方バロ、うちが寄るのか、あ、そこ行けるんじゃない。とりあえず今バローで買い物してきて、でこれから温泉に向かっていきます。で、今日行くとこの温泉は、温泉もね、結構この辺あるはあるんですけど、駐車場がね、バーのタイプが多くて、で、ちょっとキャンカーだとね、入り口のあれが入れないというタイプが、まあ、11キロぐらいなんで、そんなに離れてはない、ちょっと走るぐらいなんで、今からね、ちょっとそこまで向かっていきたいと思います。ここら辺はもう静岡市なんだね。この辺かな、あれか、どこ、どれだ、あ、湯ってか、美肌湯、ここが駐車場なの。木に気をつけてください。どうぞ。どうですか。はい、温泉から帰ってきて、ちょっと今日はドライヤーができなかったってことで、車で、今日はね、この AC180、 これでもドライヤーが多分使えるんで、74、どれぐらい削れちゃうかな、でも髪の毛割とまあ乾いてるっちゃ乾いてるけどね、やるよ、それでやるのね、そうだね、1200W、こうやって使えるから楽じゃない？バンクにね、乗せられるぐらいの大きさで、こんな感じでドライヤーを使うこともできます。結構ね、このドライヤーに関しては旅先で施設内でね、やると時間がかかったりもするので、車の中でね、ドライヤーすることっていうのが我が家もすごい多いので、これができるとね、結構ね、便利だなと思います。はい、今、うーちゃんのドライヤーが終わって、残量が 69% かな、髪の長さでまた変わりそうな気もする。じゃあ、ママのドライヤーが終わった段階で 65% ですね。やっぱ結構削れちゃったんで、試しにね、走行中充電しようと思います。こんな感じで充電を AC 挿したので、あとはこの状態でインバーターを使って走行中は充電しようかなと思います。充電をね、しようと思うんですけど、一応ね、この高速じゃなくて標準モードでね、充電しようかなと思います。こちらね、こんな感じで選べるんですけど、
高速静音標準。はい、今ねインバーターで充電開始です。標準モード 1000W ぐらいいくね。いけるかな。相殺できればいいんだけど、ね、105A。 じゃあ一回エンジンかけようか。エンジンかけて今マイナス 9.3。 走行充電だとやっぱ若干負けるね。そうだね、これ以上は上がんないかも。まあ8と9の間ぐらいかな。静音モードです。うん、今切り替えた。今0 54.2 プラス。250W しか充電してないから、じゃあ 1000W で充電するわ。はい、はい、今ですね温泉の方に行ってきました。今日はねどの辺にしようかな。とりあえず近くでね車中泊できそうなところを、まあ、何個かピックアップしたので、ちょっとね行ってみてから考えようかなと思います。でその間ですね、ちょっとどっちにしても走るんで、ブルーティーね AC180 今ね充電中です。 1000W で充電してますんで、この結果ね何パーセントまで回復できるかっていうのをねちょっとまた見たいと思います。でまあ、1000W 以上で充電してるから CTEC が若干負けてんのかな。マイナス 12A ぐらいになってたから、ちょっと今電気をサブバッテリーは減っちゃってる。だからまあその辺はねちょっとインバーター積んでるインバーターの大きさにもよってね走行充電を変えた方がいいのかなと思う。これって例えば晴れてる日とかソーラーが入ってくるとまた変わってる？あ、全然違うと思う。じゃあ今は夜だから相殺できてないけど、うん、そう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 、これが昼だったらそうソーラー入ってまた相殺できるかもしれないと。そう、今日みたいな天気だったら多分相殺できたと思う。ね、もうすぐで、一つ目のね調べたところに来たので、ここでね車中泊できそうだったらしようかなと思ってます。今ちょうどですねブルーティーの AC180 がですね、走行充電完了ということで 100% になりました。 67% ぐらいから 100% まで約 33% を走行距離30分ぐらいの間かな、大体の間に全てね充電完了しました。標準モードでその辺を優秀かなと。多分走行充電で 100% に戻りました。なんでね、今日はねまたこれをふんだんに使います。今日はねもうトースターを駆使するという選択をした。火は使いません。電子レンジとトースターぐらいだね。今日のね調理器具はスタンバイ OK。 何やってたママ。すごいガリ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 してる。じゃあ分かった分かった、ういちゃんに仕事あるよ。はい、アサリをこの中に入れてくれ。はい、じゃあ開いたりしないよね。それをういちゃんが分けた後にトースターに入れて焼くんだよ、うん、そしたらさその口がパカッて開くよ。多分開くでしょ。でかいのじゃ、ハマグリが来た。でかいよ。もうこれはねなんかちょっと色が違う。ういちゃんすごいね、でも貝普通に触れんだね。同じ寿司横丁で購入した日本酒、ガリュウバイの純米吟醸袋釣りを酒蒸しにちょっとだけ使います。もったいない。なも醤油は後で入れよっか。うん、むしろあれかな、開かないかな。ちょっと上開けとけばいいんだ。いけた。まあ、ちょうどこれで15分。うーちゃんザサラダを次作るぞ。1000W 近い。こんな風にねちょっと綺麗にやる。うーちゃんに教えなかったらものすごくちっちゃいハムスターが食べそうなぐらいハムスターでこれも全部入れんの。そう、じゃあ次は全部これ入れたいと思います。こんな風に散りばめます。おいしい栄養たっぷりのお野菜です。ママどう？ディディーン。オッケー。うん、ありがとう。はい、無事15分。両面15分トースター使って残量が 85%。ずっと1000ワット以上は使ってたね。うん、ほぼ1000ワットかな。どうなんだろう。まず一回開けて。あ、いいじゃん。開いてんだ、多分ね。うん。あ、ちょっとなんかまだいけてないな。うん、ちょっと火力不十分だからもう一回。じゃあ量が多かったかも。うん、アサリの量が意外と多いで。うん、これで蓋すればいいんじゃん。うん、ね、うん、ほら、あった。
今日本当はねマグロを買いに来たから。うん、美味しそうだね、このマグロね。酒蒸しをね、プラスで加熱かけてもこちら 79% 余ってるんで、もう一回ハマグリかけようかね。あ、いけたいけた。いい感じ。割れたの？お、いいじゃん。あ、いっぱい割れてる。ほら、見てごらん。醤油かけよう。すごい割れてるよ。割れていくよ。バラン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 バランラン。そんなもんかな。巻き貝キムチの方がなんかお酒に合う。はい、さあ、じゃあ今度は電子レンジ、うん、2分だから3パックだから3分でいいのかな。はい、ハマグリはね先ほどハサミ入れて切ったので多分開くと思います。で、アサリはねしっかり開いてます。もうこれ OK です。で、今ね 69% 残って電子レンジ3分間終わりました。あ、そっか、これでもこのままいっちゃうと車を充電し続けちゃうから切ります。キャナビール、アメリカン IPA。 あ、これはでも静岡県静岡市駿河区もちむねだって。あ、そうそうそう。へえ。柑橘のフルーティー系なやつ。ああ、まあでもなんかさ色もそんな感じだねこれ、うん、嗅いでみる。うわー、でもいい匂いらしいじゃあ乾杯しましょう。乾杯。はい、かよちゃんも乾杯。乾杯。で、飲まないで置くっていう意味。いただきます。甘すぎない、うん、甘くないね。フレッシュなビールだ、うん、フレッシュ。いただきます。いただきます。どれ、マグロからいこうかな。乗っかってるのはこれ天然のマダイだよね。そうです。おいしい、うん、おいしい、うん、さすがマグロって。マグロうまい。今日だったらあれだもんね、ふーちゃんがマグロ食べたいって言うから来たよ。ここまで来たからね、うん、これでマグロ買わんかったらもはや何しに来たのかな。うん、うまっ。このアサリも今日のあの市場で買ったアサリ、うまい。うん、カカムシうまいね。うん、なんか久々のさカムシ。うん、かい。うん、うまい。でも結構辛いよねこれ。うん、巻き貝なんて買ったことないよね。ない今まで。今日すごいね、貝3つあるからね。ほんとだ。パパもママも貝はあんま食べなかった。なんかうちあれだよね、甲殻類も食べないし、うん、じゃあ今日のコメントテーマは好きな甲殻類、エビとかカニか好きな貝、どっちかで皆さんが一番好きなもの一つ、もうなんなら二つ三つでも答えてもらっても全然 OK です。で、どんな風にして食べるかもついでに教えてもらっていいね。おすすめね。そう、うん、こういう酒蒸しとかさ。うちは一番好きな貝はハマグリ、うん、やっぱり、うん、はい、ということでね、ぜひね皆さんの好きな貝とか甲殻類とか、はい、1つでも2つでも3つでもぜひぜひ教えてください。教えてください。はい、で今日はね日本酒も買ってきて、外寒いんだよね今、うん、なんでせっかくなんで熱燗やります。熱燗はねこの間と一緒のこの熱燗機使います。ということでね、これでで55にしといて、電力は240ぐらいか。はい、で今日買ってきたのはこのガリューバイっていう日本酒、500万石っていうお米ですね。これはね純米吟醸の袋釣りですっていうことでね、これもね冷やでも飲むんですけど、先にねこちら可愛い顔していい仕事するタヌキチです。今日もお仕事します。今ねもうポタデンの方で AC180 で熱燗用に熱燗機温めてますんで、先にねでこれを入れとくと、もうね熱燗機の方が54度まで来てますんで、ちょっとねあの吉には湯船に使ってもらいます。ちなみにホタテンは掘り 67%。 やっぱ充電しといてよかったね。うん、つかんだむ前にね冷やも飲みたいんで、今日はねおチョコはこいつで、あの吉でいきます。ちょっとねハマグリと一緒に飲むために先に冷やで飲んじゃいます。アサリでもいいけど、うん、はい、乾杯。タヌキで乾杯。くるみる。あ、美味しい、うん、全然冷えても美味しい。うまっ、こっち食べたい。めっちゃ身が詰まってる。甘い。いる？いらないね。これも醤油かけたんでしょう、うん、うん、で結構でかくない、うん、身がでかい。うーちゃんは今身がちっちゃいの食べてます。おいおいおい、これどうすんのよこれ。日本酒とハマグリだね。うまっ。本当だね。
もう貝はいいかな。あーうまっ。はい、たぬきちがねお風呂から出てきたんで早速入れよう。たぬきち暑いね。よいしょ。たぬきちとちびきちにしたよ。ということでね、初缶です。ちびきちでいただきます。いいね、たぬきちもちゃぽんと。うん、いいね、うまい。これ厚缶でもいいな。美味しいじゃん。うん、どっちも美味しいね。これキムチ巻き貝とこの厚缶が合う。巻き貝キムチ。そしたらね、エイヒレをね焼こうかなと。このエイヒレも今日の市場で買ってきて、ちょい温めぐらい。こちらね、エイヒレは僕とふーちゃんが食べるんで、オーブントースター、ちょっと温めるだけだ。こういう感じ。うん、うまで、エイヒレ2回焼いて残量は 59% です。まだ半分以上残ってるね。どけて高貴な遊び邪魔邪魔うざけこのサイズめっちゃ収まりいいな。まあサイズ感めっちゃいい。今日撮影してるのが4月の8日なんですけど、今日現時点ではまだ発売してないです。で、今のところ5月末ぐらいに出るであろうと言われているモデルです。そう、まだ決まってないね、これ。で、今日ね、これ使ってモニター積んでる、このモニターね、これを今日使おうかなと思ってます。で、これを使うための電源をねもう挿してあるので、これを押してよし、このテレビが使えます。使えます。あ、こんな感じで。でね、うちはオーディオはね、これなんですよ。よし、これでね、Google の Chromecast を使ってるので、この状態であればもう、YouTube でも、で、あとはアマプラもこれで使えるんで、すごい便利です。こんな感じで使えます。これ使ってどんぐらいなんだろう？20W。出発したいと思います。余裕だね。モニターをね使うことも当然、この AC180 では余裕です。今日はこんな感じで、こっちを見てます。こういう使い方できるんだもんね。結局ね、ずっとテレビとかモニターを使って YouTube とか見てましたけど、まだ 52% あります。あ、明日の朝もね全然余裕ですね、これなら。はい、じゃあみんな寝れよ。おやすみなさい。車の中寒くないけどね。ちょっと寒い。外気温が今、お、結構寒いね。7度。ママなんて半袖半ズボンやぞ。パパもだよ。パパマイナスでも半袖半ズボン。それロンガ。ほんとロンガ。ふーちゃんおやすみ。おやすみ。はい、おはようございます。今ですね、ちょっと動画を回してなかったんで。なんですけど、9時48分、室温 15.1 度、湿度 76% です。結構ね、朝方は冷えました。朝7時ぐらいかな、めちゃくちゃ寒かったです。でもまあ車内温度はね15度ぐらいで、なんとか維持できているので、まあ、快適には眠れました。で、今ねちょっと寒いんで笛吹いて入れてます。朝だよ、寒い。ふーちゃん朝だよ。はい、ということで朝ごはんを作るのにホタテンを使う。残り 52% で、とりあえず今日はトースターとケトル両方使いたいから、1200W ぐらいかないんですか。これ電力リフトを使えばさ、もしかして両方いける。はい、ちょっとね、せっかくなので電力リフト、今電力リフト機能をオンにしました。で、この状態だとまずね、これトースター焼く、トースターじゃなくてケトル入れる。お、すごいね、うまく調整されてる。1800W に行かないように1700W ぐらいでうまく調整されてますね。1700弱だね、1600ちょっと。ちゃんと使えました。これ二刀流はでかいね。でかい。両面焼きしながらケトルも普通に使えるっていう。やっぱこの電力リフトっていうのは、そのポータブル電源が使える容量の限界値でコントロールするようになってるんですね。よし、これでね、ブルブルは大役を終えました。
AC180 今回の旅ではもうお仕事お疲れ様でした。何パーだ？32。残り 32% で頑張ってくれた。ママピザ、やっぱりピザにしようかな。パパも食べないの？ピザ食べる。今日はチートデイなの？うん、だからいっぱい食べた方がいいと思う。かわいそうだ。はい、ということで、ね、今ね出発しました。すごいね天気も良くて、でこのね今気づいたんですけど、横がね川とか通っててすごい綺麗でした。夜ね昨日すごい星とか見えたんで、だいぶね住んでるところで街灯も少ないなとは思ったんですけど、見ての通りかなり綺麗な自然豊かな場所です。今度ね静岡の旅とかするときはこの辺ね来ようかなと思います。はい、ということで今回ですね、ブルーティーの AC180 と一緒にね旅をしました。でね、今回のねこのバッテリーすごくねいいなと思った点はね、先ほど述べた通りなんですけども、ぜひね皆さんもね興味持たれた方は概要欄からリンク見てみてください。はい、ということでね今後もねまた現役サラリーマン全国制覇の旅とかキャンピングカーオーナーズもね予定してますので、ね、そちらの方の動画もぜひね見ていただけたら嬉しいです。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画もよろしくお願いします。次は全部これ入れたいと思います。パパこのシーンカットするの？カットするかどうかはママに聞いて。次はチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押したら、ね、ではまたね、バイバイ。